はい、お疲れ様です。岡田です。さて、今日はシーズン22の111試合目と112試合目、ジョディフの試合を、見ていただこうかなと思うんですけども、改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますということで、まあ、この動画が上がってる頃にはもうお正月も終わってると思うんですけども、いやー、皆さんどうですか？どういうお正月をお過ごしになられましたでしょうかね。僕個人としては、まあ、それは年末からの話になってしまうんだけども、かなりバタバタで、なんだろうね、年越したなっていう実感が本当にないっていうね。なんだろう、2023年って言われても、正直ピンときてないっていうところが、なんか 今のところ正直の感想かな。本当に2023年なった？なんか、あんまりそんな感じがしないんですけどもね、なんか心理学者さんがうるちょるしてますけど、何なんですかね、ご挨拶ですかね、新年のご挨拶なんですかね。まあ、これはだいぶ前の試合なんでね、ちょっとかなり、あれなんですかね、その先読んでね、どうせこの試合はお正月に上がるだろうということで、先を読んでくれたのかな？なかなかバラエティーを分かってらっしゃる心理学者さんである。さあ、回復が早いんでね、これどういう感じになっていくんですかね。そうですね、だから年末からね、バタバタでずっとやってたんで、なんだろう、なんか、だからお正月らしいことも特にせずに、なんだ、いつも通りでしたね。いつも通り、なんか、おっと、加速が、いつも通り、なんか動画が、おっと、鬼没が、なんか、鬼没の精度がきついですね。かなりきつめな鬼没の精度してましたけど、大丈夫ですかね、この人。特に何も変わらず、いつも通りの日をね、ずっと過ごしてたんで、なんかな、別に。なんなら俺、年越しの瞬間は風呂入ってたからね、マジで。風呂入って出たらもう年越してるよって感じで。ああ、もう、っていう感じだったんですよね。っていう感じだったので、なんだろう。マジで、本当に。おっと、バッテリーの残量が少なくなっている、この人。バッテリー残量少なくなってるよ、この人。ランクマ配信です。さすがにこの通知初じゃないか。でも、この時シーズン22はマジでガチで結構やってたからね。夜ランとか昼ランとか結構回せてたけどね。今は全く無理ですからね。こんなの本当に珍しいですね。こういうことが起きてるのがね。こんなこんなでね、やって。ああ、そうそう、まあでも新年の時に一発目に、まあ動画出しさせてもらった、まあ初日の出大寝坊事件なんですけども、本当はあれはちょっともう本当にずっとバッタバタで、12月も。てか、年末がね、年末というか、なんだろう、27日、まあ年末って言ってもいいけど、フジテレビさんのね、生ドラムの方に、出演してたこともあり、まあ、結構バタバタで、結構バタバタで、まあ、動画とかも全然できてなくて、そうそうそう、で、やべえなーとか言って、そもそもその、なんつうのかな、その、お正月、新年、明けましておめでとうみたいな、とか、その、今年も、ありがとうございましたとか、31日に出す、大晦日に出すみたいな動画みたいな、もう全然頭になくて、俺そのままず、だから、ずっとそのまま 行こうとしてたから、あ、そうか、おっと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 、大丈夫ですか、それ。まあ。おっと、おっと、おっと、これはラッキータイムですか、これ。なんかラッキータイム入っちゃってるけど、大丈夫かな、これ。っていうことなんで、そうなんですよ。慌てて、やっぱなんか、世間が、いや、年末っすよ、みたいな雰囲気醸し出してくるんで、
あ、これもしかしてなんかそういう感じに出した方がいいみたいな感じに慌ててなって、もうクリスマス何出したっけ、もう覚えてねえけど まあでもお正月も、もう適当に出したと思うんだよな マジでよくない、マジでよくない。なんか総集編とか出せばいいのに、今思ったらそんな暇なかったね、マジで。で、まあ、明けましておめでとうぐらいはなんかね、なんかないかなということで、まあ一応なんか、あ、そういえば初日の出って俺なんか見た経験ないかもしれんなということで、まあちょっと、まあもうあの動画本当にリアルで、あ、除夜の鐘鳴ってたじゃないですか、あれ、マジで。まあ、年越したすぐぐらいなんですよ。10時何分ぐらいなんですけど、まあ4時間、5時間ぐらい待てばね、まあまあ、初日の出見れんだろうと思って、待ってようと思ったらですね、もうね、早かったですね、勝負は。ジャニーズカウントダウンをね、こう見て、その後の記憶もうないね。あ、気づいたら、初日の出が高いとこまで行っちゃってね。あんなに眩しい初日の出はなかった。ないんじゃないか、本当に。どうですか、皆さん初日の出見れたんですかね。いやー、今年はどうしますかね、結局ね。今年の目標は何ですかとかさ、こう、そういう展開になってくるわけじゃないですか。ね。いや、別になんか目標とかも別にない。ないよね。なんかね。なんか初待機してるもん、こいつ。早くない？初待機。いや、なんか。ねえ、まあ、いつも通り頑張っていくしかないと思うんですけどね、本当に。目標って言われても結構ね、難しいな。おっと、チャンスタイム？ずっとチャンスタイム起きてるけどな。なぜそちらに？サイスさんはなぜそちらに？そっちに何もなくない？チャンスタイムが。あっと、届かない。チャンスタイムを生かしきれない。なんだろうね、これ。チェイスを引いて、ターゲットを引いてんの？わからんな。いや、でも曲芸ダウンするから、ターゲット引いたところで解読回んないしな。ちょっとわかりませんね。新年早々難しい展開の試合やめてもらっていいですか？おっと、なぜだ ピンポイントパラパラだろうに、なぜ攻撃が当たらないんだ。いや、こういうところ本当にあるな。あれ、板倒されるやつね。いやー、これ地味にだるい展開になってますね。本当に、新年早々、新年一発目のランクマの動画に全くふさわしくないですね。そうですね。まあ、今年の目標一つ言えば、シーズン22のランクマを全てを、まあ、本当に、今年中には、必ず、あと、なんか、投稿してくれました ありがとうございます 察してくれたのかわかんないけど。そうですね。シーズン22のランクマを全て上げ切るっていうのが目標っすかね。目標にしたいと思います。上げ切る頃にはシーズン何になってんだろうね、本当にね。上げ切ったらそのシーズンからランクマやります。いつやれ、マジで。いつまでランクマやらないつもりやん、お前。いや、でもできないよ、本当にもうね。あのね、本当にできないのよ、マジで。いや、別になんか場所問わずすればできるだけど、その、なんつうの？動画を撮るということを踏まえたら話が別なわけじゃないですかね。別にファミレスで撮ればいいじゃんとかさ、あるかもしんないけど、その動画にするっていう目的でやるのとはまた話が別で、そうするとね、やっぱ限られてくるんですよね。できる時間っていうのが。マジで、1週間に本当にね、いや、1週間にとかじゃない、レベルじゃないですね。本当に2週間とか、2、3週間になんか1回ぐらいできれば、
いいみたいなレベル、マジでレベルなんですよね。ランク前に立ってはマジでできないからね、確実にできませんっていう状態。時間帯的にもうだからねどうしようもないですね、どうしようもないですけど、どうしたらいいものか。本当になんかもう個人的にランクマ配信の時間を、ランクマの時間を変えてほしいですね。もうちょっと、もうちょっといい、もうちょっとないですかね、マジで。10時以降とかだって、でも10時以降ってさ、4段ぐらいまでしかできないでしょ。今まあ落ちてるから4段でできるっちゃできるんだけどさ、5段になった途端できなくなるから時間的に。だから俺一生4段のままで言うっていうのが手だね。一生4段のままで言うっていうのが一つの手ですね、ランクマやるんだったら。本当に、おっと、なんかえらいひどい救助されてない？なんかえらいひどく頑張ってない？それ大丈夫？マジ見失ってない？それなんかよくわからんことになってますね。ちなみにこれ引き分けなんであんま見なくていいですね。いやマジでそういうテンションちょっとね、ランクマに至ってはマジ時間帯が俺とね、マジでね相性が悪すぎるね。全時間マジでさ、それはなんか学生さんとかだったらさ、まあね、わかんない、習い事とか部活とかなかった場合に限るができるとかいうね場合の時間帯ではあるけども、まあね、僕みたいな人はね全くその時間帯普通にやることがあるんでね、全くそこがあれっすね。ということでバーメですね。じゃねえよ。そう、たまにさ、ランクマ配信ランクマずっとやってるとさ、なんかこのあのサバイバーのなんかそのなんつうの、声にイラッとするんだよな。わかる、こういうわかりみが、分かってほしいな、これ。この気持ち。今の場合の、とか。あと、囚人が、とか、なんかさ、ホクソ M やん。笑い声が聞こえるじゃん、あいつ。あれとかも、なんかイラッとするし。何笑っとんねん、マジ。何笑っとる暇があんねんって、もう、マジ。舐めとんなか、お前は、っても。あとなんだろうな。いや、エモートとかはまあ、もうちょっと次元が超えてるから、次元超えてるオフェンスとか、あそこら辺のエモートで声発するのはまじ、ちょっと次元が超えてるんで、そこら辺はちょっと一旦置いといてもらって、なんか普通に声出ちゃうやつ。別にその、意図的でないやつ。だから別にサバイバー、操作してるサバイバーの方には別に対して文句言ってるわけじゃないんだけど、出てきちゃうやつ、勝手に。あれがマジイラッとするで。いや、マジで旋回うまっ。いや、もう、なるほどね。いやー、もうそうね、なんか、まあでも本当に、まあ、ただそうですね、 YouTube に関してはすごくなんか結構たくさんの方に、まあ、去年は本当にそうですね、去年からすごいたくさんの方に見ていただいて本当に嬉しい限りで、そうです、なんか知んないけど年末、本当に年末ですね、年末からこう、新年明けてにかけてすごい、チャンネル登録者数がちょっと伸びて、なんか再生数もちょっと伸びて、なんかね、年末にかけて、冬休みだからかな？みんな見てくれたのかな？冬休みで。ね。わかりませんけども。それでなんかちょっとね、いろんな方に見ていただいて、ありがたい
ですね、本当にありがとうございます。いや、これは本当にね、ちょっと、たの、おも、た、なん、たの、なんだ、なんて言うとしたんだ、今。嬉しいです。なので、今後とも何卒よろしくお願いしますね、本当に。まあ、ちょっと頑張るんで。でもあんまり、いや、俺は思うんだよ。別に僕のランクマ配信なんて別に見たかないと思うんだよね、きっとね。どっちかというと僕がよくわかんないことをやって叫んでる動画の方が多分見たいと思うんで。まあ別にそのランクマにこだわらなくていい。第五人格はもはやもうランクマにこだわらなくていいかなとは思いつつあるわ。別に上手くないんでね、僕。見たいのはそこじゃねえんだよって、お前がやられてる姿が見たいんだよって感じがね、ひしひしと伝わってくる。ひしひしひしと伝わって、もうちょっと言えない、やばい、もうちょっと疲れてんだ岡田さんは。もうね、本当にね、大事件が、もう大事件が起きたんだよ、この子も。もうずっと撮ってた動画が、なぜかね、不具合です。もう何なのあれ、マジで。文字で、本当に、全データが20秒とか10秒しか取れてなくて、もう、本当にもうね、ショックだった。2時間、3時間分取ったやつが、すべて、おじゃんという、もう考えられない。もう、俺、もうね、っていう直後に動画撮ってるから、もうちょっと、頭おかしくなってるの、今。助けてくれ。どうしちゃったのあれ。何があったのマジで。いや、容量の問題かなと思ったんだけど、容量の問題ではなかったのよ。容量の問題ではない。容量の問題ではないということはもう原因不明なのよ、マジで。もうマジで、本当にマジでさ。最悪だ、それ。最悪じゃなかった。危ない、びっくりした。絶対これフェイントじゃない。絶対フェイントじゃない。これはね、フェイントじゃないですね。単純に鬼没が出ないやつですね。単純に鬼没が出なかったやつ。鬼没出ない3連発ぐらい起きてたけど。いやー、もう、本当にショック。なんなら新年一発目からショッキングだったわ。ショッキングな出来事が起きても、本当に大変ですよ、マジで。いやー、まあね、スタートダッシュが良いとね、後半ね、あれかもしんないからね、ちょっとだれちゃうかもしんないから、後半良くないこともあるかもしんない。スタートダッシュがね、悪いと、まあ、そこから上がるしかないんでね、そうやってポジティブな考えで行こうかな。いや、そういかないと、ちょっと、無理よな、完全に。おっと、これワンチャンあるか？なんか、妻子が来てる気がするけど。冷やかしじゃん、絶対、それ。最低だよ。もう、ほんとそう、いらぬことをするな。いらぬことをするからトラブルが起きんねん。さあ、そんなわけで。ご視聴ありがとうございました。